ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。カモメ。2チャンネル、オカルトイタ、ではなく、今は泣き怪談投稿サイトのお話です。以前友人から聞いた体験談を少し脚色しています。人物は仮名で、友人目線で書いています。兄がおかしくなった。昨日、彼女との一泊旅行から兄が帰ってきたのだが、どうにも兄の様子がおかしい。ずっと部屋に閉じこもって食事にも出てこない。家が厳しい彼女との初めての旅行ということもあって、彼女の方は、女友達と行くと嘘をついてきたらしい。旅行前はかなりウキウキしていたのに。昼飯前にさすがに心配になり、ドア越しに声をかけてみた。兄ちゃん、どうしたん？陽子さん、かっこ彼女、と喧嘩でもしたん？返事がない。兄ちゃん、しばらくして、低くかすれた声で兄が答えた。陽子から電話あったら、俺はいないって言ってくれ。もう、やっぱり喧嘩かよ。まあ、とりあえず飯くらい食べろよ。それから何度か呼びかけたが、もう兄からの応答がないので、俺は諦めてリビングに戻り、母の作った焼き飯を食べた。夕方、家の電話が鳴った。母は買い物に出ていたので俺が取った。陽子さんだった。陽子ですけど、陽一くん、かっこ兄の名前、いますか？俺は一瞬、本当のことを言おうか迷った。しかし、家の電話にかけてくるということは、兄が携帯に出ないということだ。兄の頭がまだ冷えていない今、無理に兄に代わって余計に事態が悪化しても困るし、何より後々、兄の制裁アイアンクローが怖い。俺は答えた。すみません、今ちょっと出かけてて、いつ帰るかもわからないです。見つけた。え、ガチャ、ツーツーツー、なぜか嬉しそうにそう言って、心なしか、切る直前、ふふ、という笑い声も聞こえた気がした。陽子さんは突然電話を切った。なんとなく嫌な気分になった俺は、気を紛らわすため再放送のバラエティ番組の続きを見た。夜、インターホンが鳴った。はい、母が出た。陽子ですけど、時刻は22時を回っている。家がめちゃめちゃ厳しい陽子さんが、こんな時間に外出するなんて、よっぽどだ。母は俺に、どうしようか、と目で訴えてきたが、とりあえずこんな夜中に、女の子と、しかも兄の彼女と、インターホン越しにやり取りするのはよろしくないので、玄関までは上がってもらうことにした。母が、ちょっと待ってねー、とか声をかけながら玄関に向かう、2階から兄が何か叫んでいるのが聞こえた、カチャリ、玄関を開ける音。と同時に、母のまさに耳をつんざくような悲鳴、じゃあ、俺の肩がビクッとすくみ上がった。リビングで耳かきをしていた親父も、耳かきを耳に突っ込んだままの状態で肩をすくませている。急いで玄関に向かって、母に声をかけようとするが、動かない、動かないのだ。肩が自分の方くらいの高さまで上がった状態で、金縛りにあったかのように身動き一つ取れなくなってしまった。体に力を入れようとしても、というか、この体勢自体すでに肩に力が入っているのだが、全くダメ、声も出せない。かろうじて目だけ動くので、横目で視界の端に親父を捉えたが、どうやら親父も同じ状態らしい。リビングから玄関に通じる扉は開かれている。ギシッ。ギシッ。シャッ。シャッ。玄関から絹ずれの音とともに、誰かが来る気配がする。陽子さんだ。いや、陽子さんなのか、黒いワンピースの裾が見える。以前、一度だけ陽子さんに会ったことはあるが、今目の前にいるそれは、俺の記憶にある清楚なお嬢さん風の陽子さんとは全くの別物だった。サラサラだった長い黒髪は、寝起きのように不気味に絡まり、リングの貞子とまではいかないが、顔の前にもいくつか筋を作って垂れ下がっている。もともと色白だったが、今露出している肌は、顔はもちろん、血の気が失せたかのように真っ白だ。歩き方は、なぜか異常なまでに内股だ。そして右腕は横の壁に這わせて、サワンは前方の空間をまさぐるようにブンブンと振り回している。そう、まるで暗闇で何も見えない時のようだ。だが、もちろん電気はこうこうとついているわけで、それの不気味な姿ははっきりとよく見える。扉の前を通り過ぎる時、陽子さんはゆっくり俺の方に顔を向けた。俺は叫び声を飲み込んだ。というか、もともと金縛りで声は出ないのだが、目がおかしい。文字通り目がおかしかった。目の白目部分が真っ赤に染まっている。ひどい充血とかのレベルではない。そこに血が溜まっているかのごとく真っ赤に染まっている。そして、黒目部分は、白い。正確には、白に透明の膜が張ったような、濁ったような白だ。俺と目が合っているような気もするが、しかし焦点は合っているのかどうかわからない。昔、B 級の外国ホラーで見たドラキュラの目のようだった。いや、しかし今目の前にいるそれは、もっと悪意に満ちた、見ているだけで涙が出るような、そんな恐ろしい目をしていた。そして陽子さんは、その恐ろしい目を本当に嬉しそうに歪ませてこう言うのだ。嘘ついたら、ダメじゃない？似たっといやらしい笑いを残した陽子さんは、また正面に顔を戻し、手探りする格好で2階に上がっていった。しばらくして、兄の絶叫を聞くと同時に俺の意識は飛んだ。翌朝、俺は一番に目覚めた。親父は耳かきを手に、まだ気を失っていた。母
母は玄関で倒れていた。俺は情けないことに、兄の部屋に一人で行くのが怖かったので、ドアを開けた瞬間、あれが振り向き、ニタッと笑いかける場面を想像してしまったのだ。二人を起こして、兄の部屋に向かった。一応ノックをして声をかけてからドアを開ける。陽子さんは、いなかった。兄は、生きていた。だが、もう兄ではなくなっていた。ブフフ、ブフ、ブフ、ブフフ、おう、だらしなく笑った形に口を開けたまま、よだれをだらだら垂らしている。視線は定まらず、首を右回り左回りと交互にくるくる回している。兄ちゃん、おい、兄ちゃん、陽一、陽一、呼びかけても無駄な予感がしたが、呼びかけずにはいられなかった。そして、その予感は裏切ってくれなかった。母はその場に泣き崩れ、父は何か悲しいような怒ったような表情で口をきつく結んでいる。ああ、兄がおかしくなってしまった。その後、両親は兄の大学に退学届を出し、兄を病院に入れたが、半年経った今も元には戻っていない、というか、もうこのまま元には戻らないような予感がする。この予感は裏切ってほしいと、一心に願っているのだが、陽子さんは家族ぐるみで消息不明だ。親父は警察と更新所に相談し、その行方を追っている。あれは何だったのだろう。親に嘘をついて兄と旅行に行った陽子さんが、それがバレてひどい目に遭った。陽子さんの家はかなり厳しいと聞いていたが、その家自体、何かおかしな血筋だったのか、今となっては全くわからない。以上です。タイトルでカモメ、と言いましたが投稿サイトでのタイトルは、陽子、でした。そしてこの話には、前日譚となるものが存在します。それが、カモメ、です。若干の脚色ありますが、友人の兄の体験を本人目線で書いたものです。今日は陽子と初めての一泊旅行、と言っても、家から電車で2時間ほどの、県内北部にある温泉旅館だが、それでも俺は、家が厳しく外泊自体が禁止だった陽子が、女友達と行く、と親に嘘をついてやっと実現したこの旅行に、かなりテンション上がりまくりの、頭の中はお花畑であった。適当に写真を撮ったり、名物の菓子を食べ歩きながら、旅館には15時頃着いた、2階建てで、小さく古いながらも、一応露天風呂のある旅館だ。最初の事態は、チェックインの時に起こった、いらっしゃいませー、ご予約のお名前は、〇〇陽子様ですね、旅館の女将さんはかなり驚いて、困惑した様子でこちらを見ている、何か、俺が尋ねると、非常に焦って困った調子で、お客様、失礼ですが、確か女性2名様でご予約を受けたまわったはずですけれども、そういえば陽子の親が、もし旅館に問い合わせた時に、やりかねない親なのだ、嘘がバレないよう、陽子が友達の名前を使って、女2名で予約していたのだった。急にその子が来れなくなって、代わりのものなんですが、いいですか、陽子が不安そうに尋ねる。申し訳ありません。お客様、ご用意させていただいたお部屋は女性専用のお部屋で、男性のお客様はお泊めできないんですよ。かといって他の空き部屋もございませんし、女将が先ほどよりやや毅然とした態度でそう答えた。そんな、温泉旅館に女性専用部屋なんてものが存在することすら初めて知ったし、ウキウキ気分を害されて、俺は少し怒った調子で抗議した。申し訳ありません。もともと東方が説明不足でしたので、キャンセル料はいりませんから、他のお宿を渡っていただけませんか。そんな、他の旅館は電話してもどこもいっぱいだったんです。やっとこちらで予約が取れたので、とても楽しみにしていたのに、陽子が泣きそうな声で抗議する。俺もそれに加わる、お願いします。妹は本当にこの日を楽しみにしていて、友達が急に都合悪くなって落ち込んでいたので、兄の僕が一緒に来てしまったんです。俺はなんとなく、彼氏、というよりは印象がいいかと思って、口からで任せで頼み込んだ。あ、ご兄弟でいらっしゃいましたか。失礼ですが何か証明できるものございますか。女将の態度がふと緩んだ。お、兄弟なら OK なのか。俺はこの作戦を通すべく、なおも食い下がった。ちょっと今日は何も持ってないんですが、でも、家族風呂は利用しませんし、この地方は条例で、家族の証明がないと家族風呂を貸し切りできない。お部屋だけでも泊めてください。お願いします。家族証明がないと部屋に泊まれないなんて条例はない。旅館の規約にはあるのかもしれないが、そんなものどうとでも、なるだろう。1時間ほど押し問答した末、最後は陽子の泣き落としも加わり、かしこまりました。ではお泊めしますが、大変申し上げにくいのですが、その、いかがわしい行為だけは絶対なさらないでくださいませね。まあ、ご兄弟ですので当然なさりませんでしょうが、これも一応お伝えする決まりですので、やっとのことで女将が折れた、イライラが頂点に達していた俺は、必殺アイアンクローが炸裂する前に事態が収拾し、ほっとした。部屋に上がったらもう16時を回っていた。俺たちは早速それぞれ温泉を堪能した。18時から夕食の海鮮料理に舌鼓を打ち、また温泉に入って、夜になった、色白で、長い黒髪を後ろで一つにまとめた陽子は、浴衣が本当によく似合っていた。俺たちは女将の忠告を無視して、当然いかがわしい行為、笑い、お楽しみ、23時頃消灯した。
異変は深夜やってきた、真夜中、トイレに行きたくなって目が覚めた、ちょっと飲みすぎたかな、すぐ隣では陽子が寝息を立てている、さていざ起き上がろうとすると、体が動かない、金縛りだ、やべえ、マジで飲みすぎた、まだ酔ってんのかな、隣に陽子がいることもあり、そんなに恐怖は感じていなかったので、目だけ動かして部屋の様子をぼんやり見回した。後悔した。布団の横、陽子を隔てた向こうの壁に押し入れがあるのだが、そこが4分の1ほど空いていた。そこに、そいつがいた。押し入れの襖の隙間から、そいつはこちらを見ていた。押し入れ上段の暗がりに浮かぶ真っ白な顔、髪は肩くらいだろうが、ぐちゃぐちゃに乱れており、正確にどのくらいの長さかわからない、女だ。確かあの押し入れは布団が入っていたところだから、今なら人は入れるだろうが。いや、そもそもあれは生きた人にはとても思えない。女は和服のようなものを着ていた。襟元しか見えないが、おそらく着物だろう。色はよくわからないが、茶色か黄色のような色だ。女はものすごく憎悪に満ちた形相でこちらを睨んでいる。眉は反っているのか、薄いのか、とにかく眉がない。目は般若のようにカッと見開き、瞬き一つせずじっとこちらを睨んでいる。そしてその目は、真っ赤だ。眼球全体が真っ赤な血の色に染まっている。そして黒目部分は、白く透明に濁ったような色をしていた。以前、白内障の人をテレビで見たが、そんな感じの目だ。その人は眼球全体が白濁していたが、だがこいつは、白濁した水晶体の周りを真っ赤な血だまりが覆い、この世のものとは思えないほど邪悪な醜悪な目をしていた。俺は声にならない声を漏らした。目を閉じたかったが、なぜか今まで動かせていた目までも自由を奪われてしまった。やばい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 、永遠とも思える時間、そいつは俺のことを真っ赤な目で睨み続けていた。怖い怖い怖い、陽子を来てくれ。すると、女は急に嬉しそうにニタッと顔を歪ませて笑った。真っ白な手が押し入れの襖にかかる。ゆっくりと襖が開いていく。カタカタカタ。静寂に響くその音が、これは現実に起きていることなんだと、妙にリアリティを与える。襖が半分ほど開いたところで、女が押し入れから降りてきた。ゆっくりとこちらに近づいてくる。怖い怖い怖い、来るな来るな来るな、俺の頭の中の叫びが聞こえているかのごとく、女は楽しそうにニタッと笑う、今度は口を大きく開けて笑っている、女の口には歯が生えていなかった、女はまだ若かったが、その歯のない口だけが老婆のような印象を与え、ことさら不気味である、真っ白な顔に、真っ暗な穴のように開いた口、そして、真っ赤な眼球に白濁した瞳、見ているだけで涙が出るくらい恐ろしかった、シュッシュ、絹ずれの音とともにゆっくりと女は近づいてくる、真っ白な手を前方にふらふら漂わせ、暗闇をまさぐるようにしてやってくる、とうとう手が届くほどの距離に近づいてきた、やられる、恐怖と絶望で、俺の毛穴という毛穴が開き、そこから汗が吹き出る。しかし、女の目的は俺ではなかった、女と俺の間に横たわっている陽子、俺の可愛い彼女。その陽子の枕元に鏡込んだそいつは、真っ赤な目を見開き陽子の顔をじーっと覗き込んでいる、そしておもむろに、そいつは陽子のまぶたの上に人差し指を乗せた。閉じられたまぶたの下にこんもり盛り上がる陽子の眼球を、そいつは人差し指の先でグググッと押している。よほど力を入れているのか、人差し指がプルプル震えており、また陽子の眼球もそれに合わせて痙攣している。やめろ、やめてくれ。俺の願いも虚しく、プチッという音とともに、陽子のまぶたから血の涙が流れる。女はそれを見て、満足そうに真っ赤な目を細めて喜んでいる。そして、残されたもう片方の眼球を潰しにかかる。俺の股間に生温かいものが流れる。失禁と同時に、ようやく俺は気を失うことができた。翌朝、朝食を知らせる電話の音で目が覚めた。俺は起きた瞬間、あの女の顔が脳裏にくっきり浮かび、また失禁の後と、両目から血を流し気を失っている陽子の姿を認めて、うおー、うわー、と叫び声を上げた。混乱した頭のまま電話を取り、女が、目が真っ赤で、彼女の目が、と、わけのわからないことを反響欄で口走ったのだが、すぐに従業員数人が血相を変えて飛んできてくれた。陽子は目に包帯を巻かれて、旅館の車でどこかに連れて行かれた。なぜか救急車は呼んでもらえなかった。俺は少し落ち着いてから、3畳ほどの従業員休憩室のようなところに通された。そこには女将が怒ったような、悲しいような顔をして待っていた。あなた方、ご兄弟ではなかったのですね。私がお部屋にご案内する前に申し上げた約束を破られた。つまり、禁忌を犯したことになりますね。そして女将は、この土地にまつわる禁忌、恐ろしい話を聞かせてくれた。以下、旅館の女将の話です。昔、この土地にはカモメ、カモメ、または単にカモと呼ばれていた、という風習があった。お嫁さんが不妊症で子宝に恵まれない家に、その嫁に代わって子孫を残す女のことだ。制裁と側室のような感じと思われるかもしれないが、カモメは純粋にお金で買われた、妊娠、出産、を提供するだけの商品なのである。カモメは身売りされた貧しい農家の娘や孤児からなっており、それを仕切っていたのはこの旅館の地主だったという。旅館の一室でカモメと男がことを行い、妊娠が判明したら、
その日から1年間、カモメはその夫婦の家で養われる、栄養失調などで流産すれば、それは各夫婦のカモ管理ができていなかったからということになる。ほとんどのカモメは押し入れなどに閉じ込められ、人目につかないよう養われた。晴れて出産すれば、お産の翌日には旅館に戻されて、また妊娠可能な体に戻り次第、仕事に戻る、今では考えられないような過酷で悲しすぎる労働だ。だが、悲惨さはさらに加速する。ある年、カモに情が移った男がカモと駆け落ちしたり、また、子供に情が移ったカモが子供をさらって逃げる、という事件が続発したのだ。地主は困った挙句、ある恐ろしい方法を思いつく。カモメの目をつぶしたのだ。カモが寝ている隙に、もしくは薬で気を失わせて、その間にカモの目を刃物で刺してつぶした。目に傷を負ったカモの顔は、情が映らないほど醜くなった。目が見えなくなったカモは、子供をさらって逃げるような真似は到底できなくなった。醜い顔のカモとことをなすのは男が苦労するため、それ以来ほとんどの男が自分の嫁をカモ部屋に連れ込み、嫁に協力してもらいながら3人でことをなしたという。時には、カモの醜悪さを際立たせるため、無理やり全ての歯を抜いたりもした。すでにこの頃から、みんな狂い出していたのかもしれない。カモの目を潰すようになってから2年ほどして、村に異変が起こった。今までカモが産んできた子供たちが、皆一斉に狂い出したのだ。目は焦点が定まらず、よだれを垂れ流し、魚影、ブッフフー、と奇声を発し出したのだ。また一部の子供は瞳が白く濁り、視力を失う者もいたという。カモ以外から生まれた子供には何の異常も見受けられなかったため、これはカモに原因があるのでは、という噂が立ち、またカモ離れが起き出した。焦った地主は、有名な医者を呼んだり、祈祷師を呼んだり八方手を尽くしたが、一向に原因がわからない。そんなある日、噂を聞きつけた坊寺のお坊様がやってきた。お坊様は旅館のカモ部屋に集められた、目の潰された女たち、当時6人、お一目見るなり、なんと、むごいことを、と言葉を失った。そして地主に向き直り、カッと厳しく睨むと、こう言った。この地には、お腹を痛めて産んだ愛する我が子を、人目も拝むことなく亡くなってしまった母の、強い怨念が張り付いておる。このような人外の者が行うような商売は、今日これ限りにしないと、そのうちこの土地の人間すべての気が狂ってしまいますぞ。それを聞いた地主は非常に焦った。地主の一族もこの土地にたくさん住んでいるからだ。わかりました。お寺様、カモメ業は今日限り二度と行いません。それで、おかしくなった子供たちは治るのでしょうか。震えた声で尋ねる地主に、お坊様は首を振りながら答えた。残念ながら、そう簡単には治らんよ。これまで亡くなった女性の供養をせねばならん。墓には一応入れておりますが、地主が上目遣いで答えると、お坊様はまた首を振って続けた。それでは不十分じゃ、まず小さな籠を用意しなさい。お坊様の言いつけに倣って、地主は女中にすずり箱くらいの小さな籠を持ってこさせた。この籠に、人の目と同じ大きさの水晶を2つ入れなさい。そう、無念にも潰された女たちの目の代わりじゃよ。それから、その女性たちが産んだ子供たちのへその緒を、当事者たちから集めて、同じ籠の中に入れなさい。地主は狼狽した。そんな大きな水晶、しかも二つも、いくらかかると思ってるんです。それに、へその緒を集めるってのも難儀な仕事ですな。なんせへその緒はみんなお客さんに渡してるし、その人たちは今うちを恨んでおりますからね。子供が狂ったのはお前らのせいだってね。お坊様は呆れを通り越して、悲しい目をしていった。あなたはこれまで私利私欲のために、罪のない女性の目を潰し、望まないのに無理やり男に体を汚させ、挙句母と子を引き離させてきたのですよ。その上まだお金のことを心配するとは、救いようがない。ここに残った目の見えない女性6人は、私が今日から引き取って、お世話させていただきましょう。あなたが心を入れ替えない限り、この土地の怨念は今後ますます大きくなっていくでしょうな。まさに言葉通り、救いようがなくなります。今がギリギリ手遅れになる一歩手前ですぞ。お坊様は静かに、しかし怒りの色を目にたたえてこうさとした。わかりました。じゃ、今すぐにでも水晶とへその緒を調達してきますよ。で、それをカゴに詰めたらどうするんですか。水晶は亡くなった女性たちの目に代わって、またへその緒は、その方たちが産んだ子供の身代わりとなって、晴れてその姿を拝むことができましょう。カゴに詰め終わったら、その方々のお墓に、お骨と一緒に埋めて供養しておやりなさい。そしてしぶしぶながらも、地主はお坊様の言いつけを守った、眼球大の水晶二つ、これを買うために土地の半分を売った、と、狂った子供たちの親に土下座して回収したへその緒、それらをカゴに入れてカモメの墓に埋めてやった。一説には、カゴの目、カゴメがなまってカモメとなり、後々になって、カモメ、と当て字が使われたとも言われている。まあ、それ以降、子供たちはだんだんと元に戻り、会話ができるまでには回復したのだが、しかし、父母の顔はいつまで経っても認識できなかったらしい。そして、この土地で、カモメ、の話は、よそには絶対漏らしてはならない禁忌、タブーというやつになった。
そしてその後、旅館は裏家業などに一切手を染めることなく、何人かの人の手に渡って、今は女将が切り盛りしているという。ちなみに、今の女将と当時の地主は全く血縁関係はないらしい。ここまで女将の話を聞いて俺は口をやっと開いた。ちょっと待ってくださいよ。じゃあ昨日の夜俺らの前に現れたのは、そのカモメ、だとして、もうその呪いとか怨念は消えてたんじゃないんですか？女将は首を振りながら答える。それがね、まだ続きがあるんですよ。先日の地主は、カモメの供養後も商売すべてがうまくいかなくなり、とうとうこの旅館も土地ごと手放すことになった。その旅館を引き継いだ者は旅館を改築し、かつてカモ部屋として使われていた一室も客室に改装した。もう怨念は晴れたと考えられていたからだ。ところが、その部屋に泊まった者から、数々のあれの目撃談が寄せられた。押し入れの中の、真っ赤な目をした歯のない女だ。旅館の主人は、急いで先日のお寺のお坊様に来てもらった。その部屋に入るなりお坊様は眉を潜め、すぐに主人に言った。今すぐ彼女たちのお墓を調べなさい。主人とお坊様が一緒にカモメの墓を掘ってみると、果たして籠の中の水晶が消えていた。あの地主がこの地を離れる際に、あろうことか墓を暴き、カモメの眼球、そう、水晶を盗み出していたのだ。主人は慌てふためいた。と、どうしましょう。あの地主、この村を離れて以来、消息がつかめないって話ですぜ。しかも私には、あんな水晶を買うようなお金なんてありませんよ。お坊様は静かにこう言った。落ち着いてください。ご主人、見たところ、ここにいたほとんどの女性は成仏しております。ただ一人だけ、目をつぶされて、しかも歯まで抜かれていたとかいうものの怨念だけ、かすかに残っていますね。ただ、このものも、こちらが怒らせない限りは、まあほとんど害のない程度の怨念になっています。主人は少しほっとした表情を浮かべ、聞いた、一体どうしたらいいんでしょうか。すぐにでも成仏してくれないんでしょうか。お坊様は答えた、まあ、すぐには無理でしょうな。とりあえず、なんとなくこの事態は予想していたので、ひとまずはこれを埋めましょう。話の続きはそれからです。そう言って、今朝のたもとから眼球台のガラス玉を二つ取り出し、へその緒のカゴに収めて再び埋めた。旅館のカモメの間に戻り、お坊様の話が続いた。この部屋にいる女は、以前埋めていた水晶の力で、ある程度の気は晴れておるようです。でもやはり、まだ悔しい、悲しいという念は残っていますな。まああんな仕打ちを受けていたのだから、無理もないでしょうが、しかし、今から言う決まりさえ守れば、この部屋を客室として使うことに差し障りはないですぞ。主人は驚いた。ええ、こんな幽霊部屋、使っていいんですかい？お坊様は静かに、たしなめるように答えた。これから私が言う決まりを必ず守らなければいけませんがね。まず一つ目、なるべく男女の組を止めないこと。男と女がうちで泊まれば、あれは昔の忌まわしい仕打ちを思い出して、押し入れから顔を覗かせるでしょう。まあ、単に覗くだけで特別に害はなしませんが、それでもあれを見た人はびっくりしてしまうでしょうからね。家族であっても、男女の組ならばあれは覗いてきます。主人は、はい、はい、と熱心に覚書に記しながら、話を聞いている。お坊様は話を続ける。二つ目の決まりですが、こちらは大事です。この部屋で不浄な行い、男女の営み、を決して行わないこと、それは必ずあれの逆鱗に触れるでしょう。何をしでかすかわかりませんが、とにかくとても恐ろしい害を与えてくるでしょう。主人は身震いしながら尋ねた。でもお坊様、そんなに恐ろしい霊なら、やっぱりこの部屋は閉じてしまった方がいいんじゃ。お坊様は静かに首を横に振る。まあ、それは最終的にはご主人の裁量に委ねますが、しかし、悪い霊というよりも、かわいそうな霊なのですよ。怒らせさえしなければ出てくることもないでしょうしね。おそらく不妊の病を抱えるご婦人には、いい恵みを与えてくれるかもしれませんよ。仏様だって、我々の所業によって、家福それぞれお与えになりますしね。そういうわけで、カモメの間には女性客のみを止めることになったという、不妊に効くという噂も広まり、そこそこ繁盛するようにもなった。しかし、やはり中には俺と陽子のように決まりを破る客もいたらしい。それで、その決まりを破ったカップルはどうなったんですか？俺は背中に汗をぐっしょりかきながら、女将に詰め寄った。クーラーの冷気がその汗を冷やし、ずっと背筋がゾクゾクする。あなたがあったのと同じ目に遭っています。カモメは、自分の部屋で夜の営みをした男女を激しく憎み、女の目を潰します。そして、話によると、どうやらその、子宮をも潰してしまうらしいです。そう、一生子供が産めない体にしてしまうのです。俺は言葉を失った。そんな、俺、昨日途中で気を失ってたけど、あいつ陽子の体にそんなこと、怒りと恐怖で震える俺を悲しそうに見つめて、女将は続けた。私も、これ以上は説明申し上げるのも心苦しいのですが、両目を潰された女性は、まず眼球が真っ赤に染まり、瞳が白く濁ります。おそらく、あなたがご覧になったあれと同じ目になるんです。子宮は潰されているので、歩くたびに想像を絶する苦痛が襲うようですが、悲鳴などは決してあげることはないようです。ただ歩くとき、異常に内股になるようですがね。
俺は心臓をギューッとわしづかみされたように苦しくなった。陽子は、彼女は今どこにいるんです。もう治らないんですか？女将が答える。陽子さんは、例のお寺様に向かっております。カモメに目をつぶされた女性は、完全に視力を失うまでに3日かかると言われています。その3日間は、陽子さんは陽子さんで亡くなっています。カモメがついているのです。そして、その3日のうちに男の方を、つまりあなたを探してつきます。3日、俺はごくりと喉を鳴らした。そうです、3日です。ですから、あなたはすぐにでもご自宅に戻って、3日間は決して家から出ないようにしてください。3日経つと、陽子さんの視力は完全に失われ、またカモメは離れていきます。でも、おそらく、正気の陽子さんに戻ることはもうないでしょう。あなたが3日を無事に過ごすことができれば、その状態の陽子さんになら会うことはできます。カモメが3日だけ目が見えるというのは、墓のカゴに入れられたガラス玉のせいらしい。もしそれが以前の推奨だったら、その期間は1月以上になっていただろうとのことだった。だが、そんなこと今の俺にはどうでもよかった。今すぐ家に帰らなければ、そして3日経ったら必ず陽子を迎えに行って、それから陽子のご両親に土下座して、それから、陽子の面倒は俺が一生見る。そんなことをぐるぐる考えていたら、部屋の廊下をバタバタ走る音がして、部屋の襖が勢いよく開いた。そこに立っていたのは、陽子の両親だった。陽子の母親が俺の前に大股でずかずかと近づいてきたと思ったら、バーン、口の中にじわーっと鉄の味が広がる。頬を思いっきり殴られたようだ。口の中が切れている。あなた、よくも陽子を、あんな嘘までついて、よくも。陽子の母親は顔を真っ赤にして、涙と鼻水でぐちゃぐちゃだ。父親はそんな母をたしなめることもせず、じっと俺を睨んでいる。あなた、彼氏なら、どうしてあの子を守ってやれなかったの？なんであなたは平気で、陽子だけあんな目に。母親は化粧をしていたのだろうが、涙でマスカラやアイシャドウが溶けて、目の周りは真っ黒に染まっている。どうやら旅館からの連絡で、ここに来る前にお寺に行って陽子の姿を目にしてきたのだろう。本当に申し訳ありませんでした。この責任は必ず取ります。一生かけて償いますから。俺もすでに涙声になっていた。その様子を見ていた父親が一言、とりあえず話は3日後ゆっくり聞かせてもらう。君は今すぐ帰りなさい。お寺の方ですでに彼らも事情を説明されていたのだろう。俺は畳に頭をこすりつけ、土下座の体勢でしばらく黙っていた。いいから早く帰りなさい。再び父親の声が響き、肩をポンと叩かれ、家に帰るよう促された。それから俺は急いで荷物を詰め、失禁したパンツだけ旅館に捨ててきた。駅まで旅館の車で送ってもらい電車に乗った。そして電車で2時間、やっと地元に戻ってきた。見慣れた景色に戻って、もしかして全部夢だったりして、なんて都合のいい現実逃避をしていたら、まるで、そんなことさせないよ、というかのように俺の携帯が鳴った、旅館からだった。もしもし、〇〇良一様の携帯でしょうか。あの、私△旅館の女将の　ですが、俺は女将のただならぬ声のトーンに不安を抱きながらも、はい、僕です、先ほどはどうもお世話になりました、と答えた。あ、よかった。一応携帯を聞いておいて、実は今しがたお寺から連絡があったんですが、陽子さんがお寺からいなくなったそうなんです。どうやら、少し目を離した隙に、ご家族が無理やり縄とお札をほどいてしまったみたいで、ご家族の方ともどもいなくなってしまったんです。お坊様がすぐに陽子さんのご自宅に向かわれるそうですが、くれぐれも3日間ご用心なさいませね。絶対に外には出ないように、それと、なるべくなら声も出さないようにしてください。あれは耳が異常に聞きますから。俺は携帯を耳に当てたまま、さーっと血の気が引いて、その場に倒れそうになった。昨夜のあれの恐ろしい顔が、見開かれた真っ赤な目が、その中の白濁して焦点の定まらない瞳が、似たーっとしたいやらしい笑いが、歯のない空洞のような口が、脳裏に蘇った。俺は駅から全速力で自宅に戻り、部屋に閉じこもった。家族が心配して声をかけてくるが、何も答えられない。なるべく声も出したくない。ご飯なんか喉を通るわけがない。ただ頭の中と喉がカラカラに乾いている。たった3日間だが、無事に過ごせる保証はどこにもない。部屋のクローゼットの隙間からあれが出てくるかもしれない。あれに疲れたらどうなるんだろう。俺も陽子みたいになるのか、眼球が真っ赤になり、視力を奪われるのか、気が狂ってしまうのだろうか。いや、もうすでに俺は狂ってきているのだろうか。陽子は家族と一緒にいるのだろうか。家族がまた寺に連れ戻してはいないだろうか。陽子は俺のところに来るだろうか。陽子の母親の声が蘇る。なんで、あなたは平気で、陽子だけこんな目に。もしも俺が3日のうちに陽子に、いや、陽子の姿をしたカモメに見つかり、最悪取り殺されるようなことがあったら、どうか俺の家族は陽子を恨まないでほしい。悪いのは、全部俺なんだから、無理やり陽子を旅行に連れ出して、旅館の禁忌を犯してしまった俺の自業自得なのだから、俺がこの式を残すのは、真実を明らかにしておくためと、俺の家族に陽子を恨まないでもらうためでもある。もし俺が3日のうちに死んでしまったら、この式を遺言代わりにしてもらいたい。
父ちゃん、母ちゃん、今までありがとう。領事、小さい頃いじめてばっかでごめんな。俺のゲームと漫画全部お前にやるよ。その後、良一さんの式は家族に対する感謝や、友人たちへのメッセージで埋められていたそうです。この式を私の友人、領事、が見つけたのは、つい最近のことだそうです。そして良一さんは、今、県内の精神病院に入院しています。文中は全て仮名です。県名は、わかる人には特定できるかもしれないです。いかがでしたか？伝文形式の長文のシャレコは、最後に県名を特定できるかもしれないとありましたが、大阪府では浴場側が入浴者と直接面接できることなどを条件に、家族風呂を同一家族が一緒に入浴することを認めている。兵庫県でも条例を改正し、家族などに限り混浴を認めている。検索したらこんな情報がありました。他の都道府県にもあるかもしれませんが、大阪や兵庫の可能性が高い、かもしれません。まあえげつない話だったので創作であることを願ってしまいますがね。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。